すいません、なんか、いえいえ、急に焼肉屋さんに呼び出してしまって。いや、焼肉食べたいって言うから、じゃあ行きましょう。念願の、念願の、はい、今回あの矢沢大山店さんに撮影のご協力いただいて、こんな美味しそうなお肉をですね、あの食べながら、今日はですね、何を話すかというと、私たち元男の子ということで、私たちだからこそ失敗したハプニングな性転換にまつわるエピソードトークをしていきたいと思います。お、ハプニングな。ハプニングってつきものですか？ハプニングっていうか、まあなんかいろんな気持ちはありますよね。いっぱいありますよ、私。自分そんなにいっぱいあるんですか？このいっぱいある中のすごい密度の濃いあのエピソードを私話したいんで、はい、今回先にチュルさんから話していただいてもいいですか？焼肉食べながらっていう感じ。あ、了解しました。いい、焼肉食べたい、お腹すいたということで食べていきましょう。エピソードか。そうそうそう、焼肉に夢中になっちゃった。テンション上がっちゃいますから、この焼肉。エピソードか。結構生々しい話して大丈夫ですか？あ、全然いいですよ。事件っていうよりかは、なんかその当時の出来事を振り返ると、結構なんか悲惨な状況だなっていう感じだったんですけど、そういう営み的なことあるじゃないですか。そういう営みをするときに、私あの自分のなんかなんていうのかな、性転換前にそういう営みをするときに、相手の人が触りたがるわけですよ。ああ、そうですね、そうですね。物をめちゃめちゃ触りたがるんですよ、マジで。嫌じゃないですか。嫌なんですよ。でも向こうもなんかちゃんと満たされてほしいとか、そういう気持ちがやっぱりなんか強くって、私向こうも尽くしたくてやろうとしてるおせっかいだし、自分も向こうに対して尽くすという意味ではちょっと触らせてあげなきゃ、あげなきゃいけないっていう、なんかこのなんか微妙なこの感じの空気あるじゃないですか。やばいっすね、それは。なんていうんですかね、もうまあまあまあみたいな。向こうも言っちゃえばこっち側に、はい、あの感じてほしいわけだから。あ、アウト。ちょっと大丈夫ですか？どうしたらいいんだろうって思った時に、ふと思いついて、私あの布団でこうふわって、もうこっからもう全部隠して、これでなんか向こうがいじくりか倒してみたいな時がありました。うん、もう上からなんかうわーって感じですか？その中に相手が潜って。あ、そういうこと。そうそうそう。でこうやってやってる間に、向こうがあの布団の中で私のいろんなところをね、なんかいろんなことしてるわけですよ。それが結構10分ぐらいあって、その長っ、結構長いじゃないですか、10分って。それでなんかちょっと大丈夫かなと思って、でも自分はこういうなんか相手が探ってるところを見たくないから、はいはいはい、どうしようって思って、直視したくないですもんね。そう、開けれないんですよあれ、はい、どうしようと思って、そしたらなんか向こうがこうブワーって、ここからなんか自分がこうブワーみたいな感じで出てくるわけです。こんなんして血相変えて出てきたと思ったら、向こう汗びっちゃでなんか笑うこともできずみたいな感じでした。すごいですね、それ想像するとなんかすごい面白いですね。当時は嫌だけどみたいな。そう、当時は嫌だけど今思い出すとまあ面白いかなみたいな。私も似たようなエピソードありました。かのちゃんには見せないようにするから、僕だけ布団の中で潜って、だから我慢しなみたいなのやって、うんうん、出てきた時にわーって汗だくなんですよ。全く同じじゃないですか。やっぱそれあるあるですよね、これ。あるある。ちょっと食べるタイム入ります。もぐもぐタイム入ります。あ、いいですよ、全然。一旦もぐもぐタイム入りましょう。そうしました。肉寿司、肉寿司用の肉。これがチーズチヂミ。白米が食べれちゃうチーズチヂミ。これが唐辛子でございます。唐辛子、赤身肉なんですけども、これすごい美味しいんですよ。弾力が気持ちよくて。これチュルさんのウィンバ。いろいろ食べたくって。これがニンニクハラミでございます。はい、ニンニクハラミ。もぐもぐタイムしましょう。もぐもぐタイムちょっとしましょうか。しましょう。食べないとね。はい、お腹空いちゃって、今日焼肉食べると思って一口も何も食べてないんですよ。やばいっすよ、気合いすぎ。気合い入れて食ったろうと思って、なんかワンチャン大食い企画なのかなと思ったんですよ。なんか前言ってたじゃないですか、大食い企画やりますねみたいな。あ、でもしたいっすね。いずれしましょうよ、本当に。本当にしたいっす。これが唐辛子。で、唐辛子で、お、うん、うん、赤身だ。ニンニクハラミ、さっとこれもちょっと食べてください。美味しいんで。うわーうわー、めちゃくちゃマッサージ。私本当にあれですよ、飯テロできないんですよ。あれさ、飯テロってあれなんですよ、あのうまいだけでいいんですよ、それ以外の言葉はいらないんですよ。ピーマンってこのまんまこれいっぱいつけてガブッと食べるんですよ。僕なんですか。うまいですよね、これめちゃくちゃうまいんで。めっちゃ美味しいよね。すいません、あのもぐもぐタイムそろそろ終了します、うん、じゃあ後半戦ということで。じゃあ私ちょっと焼くんで。あ、お願いします。奥さんのハプニングエピソード教えてください、はい、わかりました。私ですね、あの性転換する前に結構いろんなその飲み屋で働いてたんですよ。今まで働いたお店は名前が出してるのところで言うとクラブモーリーさんとか、まあ、あとは何店かあって、女の子のお店でも働いたことあるんですけども、うん、今回あのハプニング起きたエピソードのお店がミックスバーなんですよ。元女子の人もいるし、元男の子、まあ、私たち、うん、
たちみたいな、うん、人もいるし、うん、ゲイの人もいるしみたいな、うん、私そこのお店で働いてたんですけども、私の同僚の元男の子さんたちが、うん、私より多分年齢2倍ぐらいだから 4,50 代の方がほとんどだったんですね。でそういうお店で働くとやっぱ若いっていうこともあったから、姫扱いみたいなのしてもらえるわけですよ、お客さんからも。あ、そういう感じチヤホヤしてもらえたからか調子乗っちゃったんですよ。私がミックスバーで働いてるにもかかわらず、私はお客さんにだけは、私あの元男の子じゃなくて女なんですよみたいな。ああ、なるほどね。あの店員は知ってますよ全員。お客さんに私言わなかったんですよ。まあそんな感じで働いてた時に、結構そのお店ってアフター店なんですよね。ミックスバーのなんか近くにキャバクラさんとかがあったりとかして、うんうん、結構キャバ嬢の方が自分のお客さんを連れてミックスバーに遊びに来てくれるんですよ。そのキャバ嬢の人がめちゃくちゃいい人だったんですよ。もう本当に普段からカナンちゃんに私のお客さん流してあげるよみたいな感じで、うんうんうん、めちゃくちゃいいお姉さんみたいな、2つ上なんですけども、うんうん、そのお客さんにも私元男の子って言ってなかったんですよ。どんどんこう仲良くなっていくと、そのお店ってですね、結構その朝方営業してるから、うん、営業後に先輩たちと銭湯行くんですよ。なんかスパとかサウナとかついてる銭湯があって、うんうん、でそこの銭湯ってそういう私たち系みたいな人たちがよく行くお店だから、元男の子でも女風呂入っちゃってもいいよみたいな、あ、そういう暗黙の、そんな暗黙の店員さんもなんか、あ、いいよみたいな、しかも明け方だし、そんなに、ね、日中でもないからみたいな感じで、いいよいいよって言ってくれる方だったんですよ。まあ、いつも行ってたんですけども、たまたまその営業終了後までそのキャバ嬢のお客さんがずっといたんですよ、お店に。キャバ嬢のお客さんもミックスバーのスタッフとめちゃくちゃ仲いいから、え、何、営業後にみんなで銭湯行くの、じゃあ私も行くみたいな感じで、どうしようみたいな感じになって、そうだって私まだ静電化してねえし、いつも私で銭湯入るときはクレヨンしんちゃんがよくやる、お股にこのブツを挟んでこうなんかこう歩くみたいな、わかります、うんうん、わかりますわかります、はい、みたいな感じか、もしくはこうタオルを全身こうやってやりながら入るみたいな、まあ、そういう手法で女湯入ってたんですよ。これだったらそのキャバ嬢のお客さんにもバレないだろうと、私はよしこれを乗り切るぞっていう感じで、お店の同僚の元男の子の先輩とそのキャバ嬢のお客さんと私今5人で行ったわけですよ。したら私が取れていたことが起きまして、先輩方も私がそのキャバ嬢のお客さんに下半身のことを伝えてない、普通に女として通してるの分かってるんですよ。で先輩たちすごい私のことをいじってくるような感じだから、私がですねこうやっていつも通り銭湯で、じゃあ私先に湯船入りますみたいな感じで、もう湯船入ったら勝ちじゃないですか。そのこうやって言ってる最中にこのタオルをブワーって取ったんですよ、先輩が、はあ、したら私のあれがピローンって出てキャバ嬢のお客さんめちゃめちゃ酔っ払ってたっていうこともあって、すごい私に対してなんか、お前も男だったんかみたいな感じで、なんかその時はなんかもうすぐ酔っ払ってたから、まあ、私もバーってやってすぐ入ったからなかったことような感じになってたんですけども、別の日になるんですけども、またそのキャバ嬢のお客さん来たんですよ。このキャバ嬢が私のことを第一声で呼んだのがミニチン、キッズ私はそれ以降そのお店であだ名がミニチンになりました。それは確かにすごいハプニングですね。私そういじられキャラの女の子みたいな感じだったんですよ。ああ、まあ確かに、はい、このお店で私はミニチンって言われるようになって、うん、1ヶ月ぐらいで辞めました。え、ぶっちゃけ言っちゃっていいですか、タオル取った先輩絶対狙ってやってました、ね、あ、そうですよそうですよ。これをちょっと性格悪い意味で狙ってやったんじゃないかなって。先輩がよくお店で私がカナちゃん若くていいねみたいな感じでチヤホヤされてる時に、私だって昔はそんな感じだったわよみたいな感じだったんですよ。いわゆるホゲル系の、ホゲル系のね、昔は多分綺麗だったんだろうなみたいな、多分確信犯なんですよ。私あれなんですよ、もうホルモンやってるから、雨取りもしてるから、うん、ブツしかないんですよ。だから本当になんかミニチンって言われてるのは、ポークビッツポークビッツミニチンって言われました。ミニチンお疲れみたいな。なんで辞めたかっていうと、別に私言われてもいいんですよ、言われてもいいんですけども、うん、私についてくれたお客さんに女じゃなかったっていうのはバレたら、嘘に嘘を塗り固めてお客さんに私は女の子ですみたいな感じで振る舞ってたから、うんうん、でも幻滅されるんだろうなと思って私辞めたんですよ、逃げるように、ここもう同業の人めちゃめちゃ多いんで、そこの一路一帯みんな仲良し店舗みたいな、はい、だからミニチンってあだ名つけられたら、他の店舗でも私ミニチンってあだ名で呼ばれるようになっちゃうんで。確かに。ちなみにそこのお店、あ、そうなの、あ、あのお店です、あそこだすごい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 、もうどこか分かっちゃった。やばくないですか、ミニチンって可愛くないですか。でもまあ可愛いですねって感じです、うん、ということで今回ですね、元男の子 YouTuber のチュルさんと対談したんですけども、チュルさんのチャンネルでこの後撮影するので、よかったらですねチュルさんのチャンネルぜひ見に行ってください。今回私の動画はこの辺で以上になります。
少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。